浜崎真嗣は、広島県呉市出身の元プロ野球選手、コーチ、監督、解説者、評論家。現役時代は、阪急ブレーブスに在籍。選手兼任監督として、日本プロ野球史上最高齢公式戦、出場記録を2014年9月5日に、山本正に破られるまで64年間にわたり、保持していた。また、 身長は1 5 0センチメートルから1 6 0センチメートルまでいくつかの説があり、日本プロ野球史上最も背の低い選手とされることがある。実定、浜崎忠春も鶴岡和虎と広島商業で高校野球夏春連覇した時の選手で、その後審判として平和大事件の主審を務め、歴史的判断を下したことでも知られる。 クレ海軍交渉で働く人たちが家を建てた、クレシニシの山の手、三津田の生まれ。藤村文夫や鶴岡和と、広岡達郎など、クレ出身の著名選手は皆この近辺ので、クレ海軍交渉は、バレーボール日本最初の実業団チーム、クレ交渉配給チームを所有し、日本バレー霊明記の競合として知られたが、公認のスポーツ奨励に力を注ぎ、野球、卓球、 低級等も盛んで、呉市民は海軍を通して、それらを知った。そうした影響で、浜崎も野球を始めた。小学校を卒業後、高等化2年を経て、旧正広島商業に入学。当時のエースは、石本周一で、交渉の余暇2年時の1917年、外野手の補欠として、第3回全国中等学校優勝野球大会に出場した。 翌1918年は米騒動で全国大会は中止。浜崎の実家も米屋で被害を受けた。同年夏、友達が学校をサボって海水浴に行き、無期定額となり、これに巻き込まれ自身も交渉の本化1年で退学。この国立海軍交渉に半年間就職して野球を続け、前述の友達に誘われ1919 19年、神戸商業に入学した。 神戸賞の浜崎として、松山賞の藤本貞義と共に、全国屈指の投手に数えられ、1922年、第8回全国中等学校優勝野球大会に、出場。サウスポーの快速球エース県3番として勝ち進むが、決勝で当時最強を誇った和歌山中学に、終盤8.9回、味方のエラー連発で8点取られ大逆転負け、準優勝。 7回まで4点のリードに、地元有冠氏は、神戸商業優勝を伝える新聞を配ってしまい、翌朝の長官を見るまで多くの人は、大逆転されたと知らなかったという。結局、浜崎は全く異なる学校で、二度全国大会に出場したことになった。こうしたケースはもう一人、伊沢治がいる。1922年、関西で、KOK、OK、選手を主体にした。 クラブチーム、ダイヤモンドクラブに所属。関西へ初遠征してきた芝浦協会と対戦し、浜崎は長井武雄と二人で同チームを完封した。1923年、慶應義塾大学に進学。当時総慶戦は中止されていた時代、野球部は全部で15人だったという。新人ながら主戦投手に抜擢され、さらに主軸打者としても活躍した。 この年の関東大震災は満州遠征で免れた。この年と1927年、極東選手権に全慶応の選手として出場。1925年、国民的関心事だった、総慶戦復活最初の試合で腰を痛めて2回越され、ジングル球場が完成した1926年も、勝てず、慶応は2年間は瀬田大学に勝てなかったが、 陸の王者の歌詞で知られる、慶応義塾大学応援歌、若吉地ができた1927年、早稲田を2試合連続完封して、雪辱を果たした。浜崎は、早慶戦のヒーローとなる。長い間の早慶戦の断絶から、その後丸2年間、屈辱的な敗戦で負け続け、恨みが積もっていただけに、ナインの喜びは、もちろんのことを応援団は、 天地がひっくり返るような騒ぎであった。陸の王者の絶叫は神宮の森にいつまでもこだました。早稲田と慶応の優劣の位置は完全に逆転し、大正後期の早稲田黄金期はついに終わりを告げ、変わって慶応時代が到来した。このシーズン浜崎は絶好調で5試合に登板、与えた安打はわずか9本、得点は東大戦に、 こいつで1点を失っただけで、あとは全部シャットアウトする回答ぶりであった。1927年、ゼニムラケンイアメリカ在住の日系人の人力により来日した、ニグロリーグ選抜、フィラデルフィアロイヤルジャイアンツと対戦する、ミタクラブの一番ライトとして出場した。慶応の米国遠征でも、スクールボーイと呼ばれ、アメリカでも有名となった。 この米国遠征の基礎で、浜崎の先輩に対する不存な態度により、浜崎除名事件が起きた。この影響で最上級生でなるべき首相にならず、若き岡田喜一が首相となった。リーグ戦は、投手として29試合登板、14勝7敗、打者として78試合出場、221打数56、安打、打率、253、1本塁打。 2007年の野球界は、プロ野球の裏金問題に橋を発して、高校野球の野球留学と特待生問題で大きく揺れたが、浜崎は辞書に、神戸商業時代は野球部関係の先輩が面倒を見てくれ、慶応へ進んでからは、三田クラブが世話をしてくれたため、親からは一文も仕送りをしてもらわずに済んだ、と書いており、こうした事例の確認できる、最初のものと考えられる。 1929年慶応卒業後、お前は内地向きじゃないと言われ、南満州鉄道に入社。満州クラブで投打の中軸として、毎年都市対抗野球に出場した。谷口五郎、渡辺大陸と並び、初期都市対抗を沸かせた、大東シュビックさんとも呼ばれた。同年第3回大会では、小玉吉らと共に満州クラブ2度目の優勝に貢献。 1930年入営。1931年第5回大会、初戦で、八幡製鉄所の20歳の投手、大岡虎大と投げ合いに対一で敗れる。1932年の第6回大会では、福平、全神戸に敗れたが、準優勝当九1934年、弟、浜崎忠晴が、満州クラブに加入。戦前のアマチュア時代は、 左利きの小さな大投手として日本球界をリードした一人であった。1931年、1934年と二度来日したジョーディ・マジオ、ベイブルースら米大リーグ選抜チームと対戦する全日本軍にいずれも選ばれ、高等。1934年は沢村栄二らを抑えて両チーム最多の7試合に登板した。後に巨人軍の母体となった。 このチームに残らないか、と誘われたが18戦全敗したことで、水原茂らと満州に帰った。帰国後も大連実業、満州クラブの実満戦などに、選手、球審として活躍。太平洋戦争勃発直前の1941年には、明治神宮野球大会に監督兼投手として出場。準決勝、決勝を2試合連続完封して、 全国制覇し、41歳のエースと歌われた。身長は150から160センチメートルまで、いろんな説があり、当時としてもかなり小柄な選手であった。大会から帰ると、太平洋戦争が勃発。満鉄と満州国が出資して設立された、満州映画に入社。天笠正彦理事長の下で働くが、俳優としてではなく構成部参与として、 社員のスポーツ振興のため雇われた。浜崎はアマカスを恐れず自らの意見を述べ、困難な時局を乗り越えるのはスポーツで心を一つに、することこそ最適と放置された万円の土地を整地して、野球場の他バレーボール、バスケット用施設の建設をアマカスに進言した。もともと野球が好きだったアマカスが野球部を作るため満鉄から、 浜崎を引き抜いたという証言もある。1944年、運動施設は完成するが、アマーカスは1945年、終戦直後生産狩りで自決した。終戦後はソ連支配下の大連で満人との地位が、逆転、先に引き上げた知人からトンカツ屋を譲り受け、ソ連兵相手に、これを経営など苦心したが、小泉五郎、安藤忍ともに、 実万戦復活を実現させた。1947年、大連からようやく、日本に引き上げ、まず六代目、小野駅久五郎を頼ると、小野道丸らから、当時星の組、大日本土木など新興勢力として台頭していた、土剣屋の一つ熊谷組の監督に養成され一旦、就任。しかし、後から前年、中日の監督を務め縮じった早稲田出身の、 竹内愛一を総監督で迎えると言われ辞退した。たまたま後楽園球場に野球を見に行ったら、慶応の後輩で当時、阪急の代表をしていた村上実るに誘われ、45歳で選手兼総監督としてプロ野球に入団。これは今でも日本プロ野球選手史上入団最年長記録であり、浜崎は最も古い NPB 選手とも言われる。この年明 オープン戦を巨人と帯同し、三原治にくどかれ青田昇を巨人に返す。この1947年の公式戦は9月28日南海戦で、総監督ながらマウンドに上がり別所明と投げ合い、初回戦闘打者の安井亀和に、本塁打を打たれるも6回を2失点に抑え、野口二郎の救援を仰いで45歳で、初登板初勝利。 他に投手として3試合当番勝利1。この年チームの不振から6月下旬から総監督として指揮権を与えられると5位から巻き返し一時3位に上げるも打撃不振で4位に終わる。翌年1948年に監督となり、すでに46歳であったが17試合当番3勝3敗。8月10日に記録した先発勝利は、 当時の日本プロ野球史上最年長の先発勝利、記録であった。この年加入させた塚本博士僕らを積極的に走らせた。翌1949年には、低い下馬評を覆したケチをサむ、内藤光造、中谷淳氏、玉子下田吉ら、効果的な補強と天保義父、今西蓮太郎両投手をうまく使いこなし、シーズンを独走した巨人に唯一勝ち越すなどにいいと、 躍進させた。この頃八やおに関与する選手が多く、これの撲滅に、自身も、神戸の親分から3ヶ月追いかけ回されるなど、チーム作りには苦心。戦後初の黒人選手を入団させたり、丸を宣言時スカウトに、まだ高校生の梶本隆夫と契約させたりしたが、小林13社長があまり金にならない野球の、埋め合わせに、 阪急西の宮球場で競輪を開催するなどの消極策をとっていた。1950年の2リーグ分裂時には赤峰正しや宇高伊沢ら田球団による主力選手の引き抜きに遭う。特に病気を治した長里雄吉ら保捕手全員型球団に移籍し、二枚看板の一人、今西蓮太郎のほか主力がほとんど引き抜かれた。月光した浜崎は、 赤嶺正氏を講師刑にしたいと発言。新聞に掲載され赤嶺から子供が学校へ行けと言われたという。チームで唯一の保守は新人の山下健だったが開幕戦で急病欠場となった際には保守経験がない内野手の赤石武氏が急遽保守をすることになる事態となった。一からチームを作り直さなければならない状態であったが、天保。 野口二郎らの頑張りで4位を保った。若い投手には任せてられないと、1950年5月7日に登板し、48歳4ヶ月で勝利投手となり、日本プロ野球史上最年長勝利記録となる。同年11月5日には、消化試合の余興として、対戦相手の毎日監督、湯浅貞夫と先発投手として投げ合い、敗戦投手となる。 この時の48歳10ヶ月での出場が当時の日本プロ野球最年長記録となった。日本プロ野球史上最年長勝利記録と日本プロ野球史上最年長出場記録は2014年9月5日に49歳0ヶ月の山本正が先発登板し勝利を挙げるまで64年間にわたり破られることがなく現在は パリーグ最年長勝利記録とパリーグ最年長出場記録になっている。湯浅との合計90歳以上の顔合わせも2012年4月15日の山本雅、金本智明まで62年間なかった新記録であった。45歳以上での勝利数は5。各カテゴリーで投打の主軸として活躍した万能選手で打撃や走力にも優れ、三塁打、二塁打。 安打、打点、盗塁などの最年長記録ホルダーでもある。当主の各最年長記録は山本に塗り替えられたが、打撃、盗塁の最年長記録の多くは保持している。有望選手争奪はかなわず、中西太志も、荒牧敦志も、広岡達郎も、小森幸喜も取れた。半球というのは、万事手遅れなんだと話している。後年、実調で、 小林社長がもう少し野球に金をかけてくれたら阪急の低迷は長くはならなかったのではと綴った。1952年に取ったジミー・ニューベリーとジョン・ブリットンは浜崎が白人は戦勝国民で日本人を馬鹿にしているから黒人を取ってくれと球団に要請したものという。1953年には乏しい戦力ながら 球団二次期そして獲得した、伊勢川雅美保守やブリットン、ゲインズ、レインズの黒人三選手らの活躍で優勝争いに加わった。終盤超打力不足から優勝した難解に逆転を許したが2位と検討した。約6年式を取ったが1回も優勝できなかったことで責任を取り辞任した。1954年、パリーグの永田正一総裁の格索で、 前年までの7球団から追加された高橋ユニオンズの創設に伴い監督に就任。この就任は毎日オディオンズの球団代表でパリーグ理事長だった黒崎貞次郎を介してのもの。黒崎はマージャン友達であった。長田から各チームから有望な若手選手を教室させるという約束を信じ切って 既存の7球団から若い選手を預かり育てて、元の球団に選手を返すという計画を立てたが、実際に移籍したのは、ベテラン選手や監督に食ってかかるような問題がある選手がほとんどであった。特に交渉の後輩筋に当たる南海の鶴岡、和人監督からは、笠原和夫、江藤正、服部武夫、黒田和弘といった若手選手とは言えない酒好きで、有名な選手を押し付けられた。 やむなく、新外国人獲得のため範囲にわたるが、収穫もなく帰国すると、大勢の報道陣に囲まれ、自身が留守の間にユニオンズが、こんなに注目されるチームになったかと喜んだが、報道陣の目当ては、同じパンナムビンで来日したマリリン・モンローと、ジョーディ・マジオフィサイであったという逸話が残る。気品と、投資というスローガンを掲げ、チームを鼓舞し、 この年は再開候補と言われながら8チーム中6位と検討したが、トンボ鉛筆がスポンサーに加わり、トンボユニオンズとチーム名を解消した1955年には開幕11連敗をはじめ負けが込み、ノイローゼとなって頭も剥げてしまい、シーズン終盤の9月20日、124試合で退任した。後を継いだ、笠原和夫もチームを立て直すことはできず、当時あった。 罰則規定の勝率3割5分に及ばず、罰金500万円を課せられた。理由は不明だが、ことのほか、スタルヒンの300勝達成に執着し、苦心の系統策を行った。他にユニオンズの創設で阪急から浜崎監督と、共に移籍した浜崎勝は息子で、プロ野球最初の親子選手と言われる。その後、毎日、オディオンズの二軍コーチをしながら、 スポーツ日本や放置新聞、朝日放送の評論家、解説者を務めた。1960年には、慶応の後輩で、巨人監督の水原茂に、投手陣の立て直しを頼まれ、一軍投手コーチに就任。非常に暗いチームを憂い、水原には、もっと選手の中に飛び込んでいけと進言したが、この年リーグ優勝を逃し水原は退陣、浜崎も身を引いた。 巨人対談後は、富士テレビ解説者、産経スポーツ評論家を務め、これが縁で、産経新聞社、水野茂雄社長から、自家談判を受け、1963年には産経が、経営参加する、国鉄スワローズ監督に就任。この頃、オーナー企業の国鉄と産経の力関係が微妙で、また、立教大学出身の砂押国都市前監督一派が、 非協力的だったが、天皇と言われた金田正一にも厳しく接するなどした。浜崎が金、投手はバッティング練習をしなくていいと言ったら、金田が、わしはあんたに国鉄の状態がわかるのか。わしが打たないと勝てないぞ。打てなくて負けたら責任取ってくれるかと詰め寄ったら、黙って練習させてくれたなと述べている。トレードで、 北川義雄は放出し巨人から宮本敏夫らを獲得し、西鉄から金銭トレードで豊田康光を獲得し、打撃コーチには同郷の藤村文夫を招聘した。その会いあってチーム打率は前年の201から241、1試合平均得点は2.3点から3.4点にアップした。対巨人戦には十六勝十二敗で勝ち越し、 うるさ型の金田、豊田を抑えて、対価なくチームをまとめてきたのも、浜崎の功績が大きかった。国鉄監督を退いた後、日本放送の解説などを務めた。1964年同局に入社した、深沢博のプロ野球実況デビュー戦の解説の相手だったという。深沢は、 先輩穴から浜崎さんを一度でも怒らせたら試合中は喋ってくれないと忠告されたが、試合開始前の挨拶で何でも聞いてくれと言われ、技術的なこともわかりやすく説明してくれたという。プロ野球霊明記に非常に指導者として評価の高かった人物で阪急フロントとしっくり言っていなかった1950年には、長老、小西徳郎がネット裏から見た。 浜崎の野球に惚れ込み、小竹ロビンスで、球界復帰する際、当初監督を、浜崎、助監督を、水原茂の構想だったが、諸事情で失敗すると、今度は自身監督就任なら、浜崎を助監督につけることを強く要請した。しかし当時は、引き抜きが大きな問題となっていた時期で結局流れたという、逸話も残る。小西とも古くからの麻雀友達で付き合いがあった。 阪急時代の総話として、吉田義尾の獲得を見送った話がある。立命館の一回生だった吉田を見たスカウトが、浜崎に吉田を激賞、熱心に聞いていた浜崎が念のために体格を聞き、身長155.6センチメートルのスカウトが、大丈夫です。私より二寸も高いんですと言った途端に、アホそんなチビが取れるかいと一周した、というもので、 浜崎自身の身長がスカウトと同じだったことからユーモラスな総和として有名になった。ヘビースモーカーで試合中にもかかわらずベンチでタバコを吹かしていたとか大差をつけられると采配を人任せにしてベンチからいなくなったとか負けが込みすぎたユニオンズ時代には試合の始まる前にしか来なかったの証言もあった。監督時代は雷親父と呼ばれ、 野球評論家時代にも辛口批評で、球界、彦座、球界のご意見番などと呼ばれた。口が悪く、遠慮なく、ずけずけと欠点をつくが、その内容が正国を得ているので沿って、親しみを持たれたという。借りた久則の辞伝の中に、浜崎を指し、私以上の毒舌者との件があるが、晩年の1978年に記した、浜崎の辞書、 48歳の青春の中でも、国鉄時代のコーチ、藤村文夫を、外見の印象とは違う幼稚園の子供のような、サインを出す試合を新社とか半球、近鉄監督時代の西本幸夫が、和歌山県出身者と毎日時代の仲間で、コーチングスタッフを固めるのを、縁故のあるものばかり呼び集めても、ダメなどと切り捨てている。晩年は貴金属賞を経営していた。 日本野球界への長年の功績により1978年野球殿堂入り、1981年5月6日死去した、去年81。2000年代以降、工藤君康や山本正など、恒例ながら現役を続ける投手が増えたため、浜崎の名前もスポーツ紙などでよく取り上げられる。ありがとうございます。